盆灯籠発盆で用いられる。白灯籠盆灯籠とは、お盆の時期に墓に備える灯籠型の飾り。盆灯籠を墓に備える習俗は特に、秋地方で見られる。盆灯籠を、盆灯籠などとも表記する。その形状から、朝顔灯籠とも呼ばれる。なお同様の習俗は、香川県中部でも見られる。竹と色紙でできた朝顔型の盆灯籠を墓に、 備えるという風習は、もともと浄土新州本願寺派の秋門との信徒が広めたとされる。その由来は明らかではないが、城下町広島では、江戸時代後期より定着していた。戦後は宗派によらない宗族として、広島市だけでなく、芸北など周辺地域にも広く浸透した。お盆には、墓地全体に、色とりどりの盆道路が立ち並んだ独特な、 景観から地域外の人からは驚かれることもある。広島市を中心に広く普及した種族であるものの、火災の危険性や廃棄物処理の問題などから、近年では廃止する傾向も見られる。竹を逆六角錐の朝顔型に組んだものの側面に、赤、青、木などの色紙を貼って作る。灯籠の色には、この世の無情が込められているともされる。 六角錐の側面のうち一面は上辺だけ張っておいて下部を開けてあり、これを窓と呼ぶ。さらに六角形の頂点から棒飾りやそうめんといった装飾をつける。かつては茄子の切り端に芯を刺し、ろうそくを灯していたが、火災の危険から行われなくなった。なお発盆の例には色紙や装飾は用いず、白い紙のみの盆道炉を備える。 これらの灯籠は、家内工業で作られ、お盆の時期には、寺の売店だけでなく町の商店、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア等でも販売される。一般的なもので1本あたり1000円程度で。どのような経緯で、朝顔型の盆道籠を備えるようになったのか、その由来は明らかではないが、広島城下神谷町の神谷の夫婦が、娘が亡くなったのを悲しんで、墓に、 手作りの灯籠を備えたのが、始まりとする言い伝えが残っている。この、神谷の娘の言い伝えは、浄土新州本願寺派木教区教務所発行の、仏事あれこれ小百科にも詳細が記載されている。江戸時代の広島城下、娘を亡くした父親の話に由来するようです。亡くなった娘のために、石灯籠を建ててやりたいと思っても、そのお金がなく、 それで竹を削いで紙を貼り、それを灯籠として備えたことに始まり、今では秋地方の夏の風物詩となっています。秋京区機関運動推進委員会、仏寺あれこれ、小百科、門徒筆形民族学研究家の神田美紀夫は、著書の中で、神屋の娘の言い伝えを踏まえた上で次のように述べ、庶民が生活の中で、釣り灯籠や、石灯籠などの代替として考えついたのが、 始まりではないかと推定している。昔、信仰の用具は、庶民は自給するのが普通だった。だから、石や、金星の釣り道路や、末道路を買うことのできない貧しい庶民の考えついたものと思いたい。神田幹を、広島民族の研究本討論の習俗は、江戸時代後期には、広島城下を中心として浸透していた。例えば、新州広島市市では、 近世広島における裏盆会の習俗について、十日頃から各寺院の門前で売られる竹製の灯籠を人々は買い求めて墓側に建てるが、武士の階層の者たちは大きな木製の灯籠を台につけ直の墓前に掲げるのを常とした。と記載している。大正時代になると市内の夜店で盆灯籠が売られるようになり、昭和初期には盆灯籠のお供えは、 かなり大規模に行われていたとされる。当時は没年に関係なく白道路が用いられ、色道路よりも白道路の方が多く見られた。白道路が発盆のみに用いられるようになるのは戦後のことである。第二次世界大戦中には防空上の理由や紙不足のために自粛されたが、戦後は1960年以降に高度、経済成長ともに再び盛大に行われるように、 なり、秋門とのみならず、宗派を問わない形で一般化した。1970年代半ば頃から一部の参拝者が過剰に過微な灯籠を飾ったり火災が発生したりして、盆灯籠を認めない寺院が現れ始めた。膨大な量の灯籠の管理や火災防止、廃棄処分は寺院にとって大きな負担であり、また、数日立てただけで捨ててしまうのは、 資源の無駄という意見が出るようになって、盆道楼の監修を廃止していく傾向が見られるようになっていった。盆道楼を積極的には認めない寺院では、代わりに、妙法札や、菩薩札と呼ばれる寄付だなどを備えられるようにしている。広島市給市内を核として、同心円状に分布する。1八十一年時点で普及していた地域としては、東は竹原市周辺まで、 北は、芸北町周辺まで、西は、埼玉町や大竹島で、南は、広島湾に浮かぶ倉橋島や、秋名田の島々までが挙げられる。戦前は、広島市旧市内を中心にその周辺地域のみに定着していたが、戦後になって、芸北地域をはじめとする、外縁部に波及していったとされる。1981年には、福山市や山口県岩国市においても、 参見されており、同時期に民族学者の宮本恒一は、広島県市民族編の中で、これはまだ、広島県外へはほとんどルフしていないが、そのうち広がっていくであろう。と述べ、県外にまで普及するのではないかと予想していた。香川県では、堺出市など中部で、ボンドーローの風習がある。ボンドーローが作中で描写されている、フィクション作品の一覧を示す。 ありがとうございます。